日米企業、香港から撤退を検討。香港にあるジェトロや日本人商工会議所アメリカ商工会議所が調査を行った結果日米の企業が香港からの撤退を検討していることが明らかになりました先日中国が香港に導入した国家安全法について日本企業の81.4%が大いに懸念しているまたは懸念していると 回答しましたまた14.5%が香港からの撤退や事業規模の縮小拠点機能の見直しを行う方針だと答えましたまたアメリカ企業においても76%が国家安全法に懸念を示し36%が香港からの事業拠点や資産の移転を検討していると答えましたこの国家安全法 今後、中国政府、香港政府が企業に対して国家安全法に賛同するよう強制する可能性もございます。そうなってしまいますと、企業がアメリカなどの制裁対象になってしまう恐れがございます。また、アメリカ政府はアメリカドルと香港ドルの固定相場についても見直しを検討しているとされておりますので、今後、 香港においてビジネスを行うのはかなりですね、難しくなるものと思われます。日本企業の皆様にはこういった中国政府、中国共産党の侵略の被害に遭わないように速やかに香港から撤退していただくようお願いいたします。以上になります。ご清聴いただきありがとうございました。